お邪魔します。リビングは本当にミニマリスト。旦那さんの人はめちゃくちゃ多くて、はい、絶対私が言っても聞かない、はい、さやかさんのところに旦那さんの服、さやかさんのスペースをちょっと奪ってるのはやっぱストレスかかってたと思うんですけど、達也さんの服こんだけあるんだっていうのは今どうですか、ちょっと見てみて。結構減りました。ああ、そういえば減らしましたね。じゃあこっからまだ減らせるのあるのかなってちょっと半信半疑みたいな。そうですね、私いらない、もらったんですよ旦那さん。初めての夫婦マキシマリストとミニマリスト夫婦見比べると一目瞭然。ミニマリストじゃない人の中でも割と多い旦那さんの持ち物を見て今どんな気分ですか？持ちすぎだろう。だいぶ自分のものは自分の意思でこう減らすことができてきたんですけど、やっぱり主人のものが多かったりとか、一定の量からちょっと減らすのが手が進まなくなってしまって。押し入れ庫全部出します。ミニマリストの点滴3段ボックス結構ありますね。部屋あんだけ片ついてても物置にリューってやってると根本的には物の数を減らさないと解決しない。6人いました。美容師の家って感じです。母にもらった喪服なので、今年着なかった服は来年着ないですね。2軍3軍が1軍に昇格することはない。こんな感じだったんだ。10年代のものに蹴りをつけてる。1個丸々空いたな。コストコ会員、物が多い人大体コストコ通ってる。必要な分を必要な時に買うってのが一番安いんですよ。醤油買う時も大型の瓶とか買ったりしません？みんな1ミリあたりの単価が安いからみんなと使うじゃないですか。のこれ経済学上だと、それがじゃあ思い出のものボックスですね。それは何でしたっけ？ウェディングドレスです。なんとなく捨てれない三笠さんのブランケット、機能が被ってたりストックが多すぎるものは減らしましょうか。どうですかさやかさん、パートナーがこんだけ減らしてくれて。過去1ペース早い気がするんだよな。本当ですか？時刻17時26分終わりました。すごい減らしましたね。初めてお金もらいました。いつも無料でやってたんで、まあ、6時間やったんで時給人生だいぶ変わりました。いらっしゃいませ。すごい。いいですね。ちょっとカップルさん。あ、夫婦ですね。はい。夫婦揃って、オールブラック。普段からこんな感じなんですか？それとも今日はちょっと動画用にって感じですか？モノトーン多いかもしれない。あの、素晴らしい夫婦。ミニマリスト感があるね、つって。すごい。いつも見てる画角ですね。あ、そうですね。この画角。また、過去に、女性の方、さやかさんの方に関しては、僕のイベントに一回来てくれていて、で、その流れで今回申し込んでくれて、旦那さんが今日初めて、初対面で、確かな。うちも、はい。ちょっと似てるやつ買いました。おー、プロジェクターが家にあるって感じですか？はい。はい。天井に埋め込む系の。そうなんです。もう、テレビボードを手放して。うんうん。だいぶ減りましたもんね。テレビからこれにしたらだいぶ空間はすっきりしますよね。あ、これですか？ニトリのやつ。あ、ニトリのやつですね。手がパカッと。ちょっと、最近喉が調子悪くて、遊郭さんの喉飴を置いております。はい、チーズ。チーズさんだ。成功したオタクって言われてます。成功したオタク。オタクっていう立ち位置なんですね。チーズさんオタクですね。めっちゃ備蓄してますね。あ、そう、備蓄。ここはめっちゃ備蓄してますね。サバ缶、水煮と、プロテイン2箱と、太るプロテインと、サプリメントとか、筋トレ系のばっかっすね。あ、まあ、ただ一応災害時にも飲めるんで、はい、まあ、兼用、普段使いと災害用で兼用してるっていう。洗面所とかも。あ、はい、洗面所。あ、そうなんですよ。充電周り、ここにビローンって、まあ、ここに Wi-Fi があるんですよ、うち。あ、Wi-Fi。まあ、こっちに Wi-Fi 置いちゃうと多分あそことか、そことかになるんですよ。ちょっとケーブルごちゃごちゃするの見えるの嫌だなと思って。で、まあ、窓際で電波も通りやすいし、ここにするかみたいな風になってますね。ここで使うんで、そこからピッて引っ張って使えるようにっていう動線で、あそこに吊るしてますね。ここにオールシーズン全10着の服がかかっていて、真っ黒なのはさやかさんも一緒なんですよ。なんかさやかさんのクローゼットに見えてくるもん。はい。自分が着てる服3着分がスカスカになってるっていう感じかな。これいいですよね。これ GU でしたよね。あ、そうです。これ GU で買ったダウンベストですね。ダウンベスト結構おすすめですね。袖が開いてるんですけど、まあ春秋のアウターもそのまんま延命できるし、割と着れるシーズンが長いっていうので。渋さんの影響を受けて私もドラム式にしたんですよ。おー、はい、ドラム式ですよね。グラーバーも買っ
買って、食洗機も買って、はいはい、結構時短家電に投資したって感じですね、はい、いいですね。そういうゆとりを生んでくれる家具は絶対に持つべきというか、全然持っていいと思うんで、まあ、よく言ってるのは、結構ミニマリストになると物の数が減って量より質で一個一個いいもの、まあ、これも結構ね20万弱ぐらいしますけどね、物を無駄に増やさないとお金貯まるんで、こういうのも買えるようになるっていうので、はい、結構大きいですね。あ、そうです、押し入れこうでかいんですよ。見ていいですか。あ、いいですよ全然。これ、はい、寝袋ですよ。あ、はい、寝袋と、でその黒いのが今からちょっと僕が出かけるカバンですけど、ちなみに本が今大量に来てるんだよな。宣伝しよう、僕たちはなぜこれを選ぶのか。ミニマリスト100人がこだわり抜いて選んだベストアイテムっていう形で、最近新刊が出たんですけど、これがあそこに積もってるんですよ。電子書籍で載せていただきました、はい、あ、いいですね、電子書籍ミニマリストですね。僕のとこには現物の紙の本がこれ大量に届くんですよ。失礼します。あ、はい、どうぞ。おお、ここにも本が。そうですね、ここにもちょっと本が置いてあって、まあ、ここにちょっと領収書がいろいろ入ってますけど、とか、あとミニマリストトランプがあるの。お、すごい。これハートですか。あ、で、これはクローバー。ミニマルなフォントをしたトランプ。キャンプとかに持っていきました、最近。あ、ありました。ありがとうございます。あとここにちょっと防災カバンと、なんか白い消火器とミニマルな防災カバン、玄関から逃げるときにすぐ取り出せるなと思ってここにしました。ちょっと2人の持ち物チェックしたくて、はい、カバン中見てざっくり見てもいいですか。はい、はい、はい、ポーチと、はい、あ、同じやつだ、うちと。あ、本当ですか。これ僕もこれ使ってます、 WPC のイダっていう。で、以上です、ね、あ、以上か。ユニクロです。ユニクロの、あ、じゃあだいぶ身軽ですね。身軽になりました。なりましたね。なんかこれとか特にちょっとミニマリストっぽいなと思って。これが気になった。ちょっとこれ財布ですよね、おそらく。はい、まあ僕もこういうスマホ裏財布みたいな、ここにカードとお札入れてみたいな生活してるんで、スマホ裏のこれが気になったんですけど、はい、見ていいですか。大丈夫です。はい。大鏡がついてて、定期券ですね。あ、なるほど。あ、じゃあここは割とスカにしてて、財布が別にあるって感じか。あー、じゃあ普段はキャッシュレスみたいな感じですか。キャッシュレスが多いですね、はい、で、なんか小銭とかはそっちにあるって感じか、はい、小銭はちょっと簡単にこっちに入れていて、はい、銀行のカードとか何枚か入れたりとかして、はい、うんうん、財布はなるべく持ち歩かないです。さやかさんの財布はこんな感じ。あ、はい、こんな感じ。あ、でもめっちゃちっちゃいですね。これに紐をつけたりして、はい、あと鍵もつけて手ぶらで出かけたりもします。はい、これはなんか化粧品とか入ってる感じですか。はい、リップと、はい、印鑑と、はい、ウェイトティッシュと、うんうん、頭痛薬と、うんうん、常備薬って感じか。ちょっと香水とか、うんうん、多分印鑑入ってるから結構仕事系のものって感じですかね、はい、そうですね、これ仕事には絶対持っていきます。うん、なるほどなるほど、うん、じゃあ普段の出勤スタイルがこんな感じってことですか。こんな感じです。おー、でも普段これで仕事に行ってるんだったらだいぶ身軽ですね。ありがとうございます。さやかさんの持ち物でした。はい、だとさやかさんのミニマリスト思考に影響されて物を減らしてるかもしれない達也さんのカバンもちょっと軽くチェックさせていただきたいんですけど、まあ、ボディバッグのサイズとしてはちょっと大きいかも。確かにさやかさんよりでかいですもんね。ですね。財布分厚い。確かに。確かにこの財布2人ちょっと比べていいですか。見比べると一目瞭然なんですけど、確かにこれは結構ミニマリスト関係なく結構うおー結構詰まってますね。ミニマリストじゃない人の中でも割と多い部類ですね、多分これは。10枚15枚弱ぐらいあるのかな。それとは、はい、もう一個買って。あ、まだあるんだ。そっちカードケースですか。なんか、はい、ほとんど普段使ってないカードケース。あー、なるほど。ここにないと、あ、はい、ないってなっちゃうような、こう、あ、デリハのカードとか。デリハスパの、僕たち福岡に住んでるんで、ね、デリハリゾートっていうのがあるんですけど、そこですね。あると嬉しいけど、普段使わないな、みたいなのが、はい。はい、なるほど。影響されてるって言ってるけど、はい、全然、はい、確かにカバンの中はちょっとやや。まだなんか財布っぽいのが。通帳。あ、通帳。え、通帳持ち歩いてるんですか普段。通帳持ち歩いてます、ね。あ、なるほど。え、なんかお仕事で使う感じですか。いや、使わないよね。あれ、さっきなんかちらっとなんだっけ、美容院とホテルの、はい、絶対使わないですよね通帳。思いつく。はい。なぜか持ってる。
そのなぜか持ってるっていうのは良くないですね。あの用途不明、使用用途不明のものを入れてるのは良くないんですよ。これ多分思うに、この2つはなくてもなんか生活成り立ちそうだなと思いました。全然成り立つと思います。あ、ですよね。あとはこれは夜勤なんで、はい、あの長いので水筒 と、はい、途中でちょっと口の中をリセットしてみる。ああ、はい、これが歯ブラシと、あとサンドクリーム。ああ、うんうん、私も 見ないです、普段。あ、初めて見たじゃないですか。はい、しっかり旦那さんの持ち物を見て今どんな気分ですか。持ちすぎだろう。そうですね、ちょっとミニマリストじゃなくても割と特にこの辺りは多いなと思いました。あ、印鑑、印鑑と歯磨き、2人とも印鑑持ち歩いてますけど、車の中行った時とかに使ったり、はい、車の中、歯肉ダブってますよね。あ、本当だ、確かに歯肉とこの中にもあるから、これいらないですね、この黒い方いらないですよね、うん、銀行員、はい、銀行員、銀行員で使います、そんな毎日。まだなんかこっちの方はなんか仕事で使うとかワンチャンありえそうだなと思ったんですけど、銀行員ってだって通帳のなんか再発行とかなんかそういう時しか使わないじゃないですか。思い当たるのも、はい、家とかに置いてる方がなくしちゃうんですよ、はい、あー、いたな、なくしたくないものを常に持ち歩いてる、はい、なるほどなるほど、あの僕の企画に片付けてくれた子が最初そうでした。めちゃくちゃカバン膨れてて、で家にあるとなくすみたいなのを言ってたんですけど、印鑑を持ち歩いて、ね、俺の場合だったら家の中でなくしちゃうの。なくすのが怖くて持ち歩くんだ。そうそうそう、物がなんかこう、はい、変に多くて、はい、どこ行ったか分かんなくなっちゃって、はい、分かんなくなって消えるから一回印鑑もなくしてるんですよね。ですよね、普通に考えたらだって外に持ち歩く方が絶対なくすじゃないですか。そうそうそう、ね、忘れ物したりとか家に置いといて消えることってあの盗難とかに合わない限りないから、だからほらなくしたくないから逆に持ち歩いてるっていう、はい、目薬、あ、目薬、イヤホン、あ、イヤホン、イヤホンとかめちゃめちゃ、はい、集めます。あ、イヤホンマニアなんだ。なんかすごい形のイヤホンだなと思って、これゲーミングイヤホン。あ、ゲーミングイヤホンなんだ。ゲーマーで、はい、キーパッドが光るパソコン。パルワールドとかやってます？パルワールドとかはしてないです。あ、なるほど、やってるのは原神だけ。なるほど、原神やってるんですね。え、これネオン、なんだこれ、バッテリー、あ、バッ、モバイルバッテリーか。ローランさんがおすすめのやつ。あのホストのローランさんですか。あ、そうです、ごおすすめしてたんだ。確かにでもこれなんか面白いですね。このケーブルが全部どのガジェットもこれで対応できるみたいな。ホストのローランさんもご自宅がミニマリストっていうので、はい、よく自身をミニマリストと言っていますが、面白いですよね。面白いですね、うん、なるほど。あ、え、何ですかこれ。ハゲ止めの薬。ハゲ止め、でも30歳ですよね。あ、もう AGE 対策をもうすでにされてる、はい、早い、まあ、早い方がいいって言いますもんね。でも一時期すごいなんか、はい、めっちゃ抜けるなってなって、あ、はい、で飲み始めて、はい、もう止まるやん、ハゲ出しとるやんみたいな感じです。あ、抜け毛に困ってたんですね。美容師さんだから髪なくなったら仕事になりませんもんね。っていう感じで、なるほど。さやかさんはまあだいぶ身軽コンパクトでしたけど、これでもちょっと減った方ではある。あ、減った方なんですね。なるほど、減ったような減ってないような。マキシマリストとミニマリスト夫婦みたいな。結構順位と、あと結構あったかいですね。そう、あの床に座らせてるから多分初めて見た人、こいつなんでお客さんを床に座らせてんだよって思うかもしれないんですけど、あのこれDIY してるんで、こう、つなぎ目があると思うんですけど、まあ、要は、こんな感じで、あの、赤ちゃんの家にあるようなやつを敷いてるんで、実は、今、撮影日1月ですけど、全然あったかいです。はい、ということで、今日も物を減らしていくんですけども、あの、初めての夫婦です。よろしくお願いします。ということで、今日は、さやかさん、達也さんのご夫婦に、いただいて、この後ご自宅に僕が行って片付けるという流れになるんですけども、今日はなんで申し込んだのかと、はい、物を減らしてどんな生活をしたいのか、はい、ちょっといろいろ質問をしていった後にご自宅に行って片付けに行きます。はい、じゃあ最初に自己紹介を、じゃあさやかさんからお願いします。はい、はい、さやかです、29歳です。今はコールセンターで働いています。でお家ではミニマリスト修行中です。よろしくお願いします。ちなみに29歳だと94年代ですか。はい、あ、そうです。あ、多分同い年ですね。同い年、僕と、さやかさんと僕同い年 でちなみに過去に僕の出版イベントに来てくださってて、はい、実はもうそんな感じでミニマリスト修行中っていうので、はい、まあ、実はお部屋の写真もいただいてるんですけど、まあ、かなり綺麗ですもんね。あ、
綺麗になりました。はい。まあそれなのになんで減らすかちょっとまた後で聞くんですけど、達也さん。はい、達也です。はい。30歳です。はい。で、仕事は美容師と、ホテルのフロントのダブルワークをしています。うんうん。で、ミニマリストは、奥さんに引っ張られてされしてる感じです。はい、なるほど。じゃあさやかさんの影響を受けて一緒にミニマリ生活してるっていう。じゃあもともと物多い感じ。物めっちゃ多くてめっちゃ捨てられなくって、で多かったのをちょっとずつ減らしてって感じですね。じゃあその上でなんでこう申し込もうと思ったのか聞いてもいいですか。はいはい、私は結構しぐさの影響を受けて、はい、だいぶ自分のものは自分の意思でこう減らすことができてきたんですけど、はい、一定の量からちょっと減らすのが手が進まなくなってしまってっていうのが、うんうん、ちょっとやっぱり主人のものが多かったりとか、はい、一緒にあの暮らしていく上で共同のものが多いので、あのちょっと手が本当に止まってしまって、なので渋さんにちょっとお願いしたいなと思って申し込みをさせていただきました。なるほど、はい、それこそある程度は減らして、で多分生活圏内リビングとかキッチンは、はい、まあ、すっきりしてるんだけど、はい、まあ、今回なので押し入れが結構まだ物が詰まってるっていうのは聞いてるので、はい、押し入れ周りとかちょっと見えない部分含めて細々としたところを片付け終わってないっていう感じ。はい、過去どれくらい片付けたのか聞いたいんですけど、なんか何をきっかけにどれくらい減らしたみたいなのがあったりしますか。そうですね、きっかけは、はい、私がちょっと仕事のことでちょっと悩んでた時期に物を減らしてこう気を紛らわせようとして、うんうん、YouTube の動画を見始めて、で最初服と本がめちゃくちゃ多かったんですけど、うんうん、はい、服はもう100着ぐらいあって、今もう36着ぐらいまで減らして、ちゃんと36って数も把握してるみたいな。あ、そうですね。で、あの本は多分200から300冊ぐらいあったんですけど、今はやっと69まで減らして、でもまだ多いんですけど、でも服も本も3分の1くらいまで減らしたっていう感じですね。そうですね、だいぶ減りました。うん、素晴らしい。最後にこう、はい、物を減らしてどんな生活をしているのかお伺いしたいです。はい、私がホテルステイがすごい好きなので、うん、あのホテル暮らしをしてるみたいなこう気持ちになれる部屋がいいなと思ってて、うんうん、ノイズが少なくて、まあ、HSP っていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、ノイズが少ない方がこう安らげるので、そういった生活がしたいです。わかりました。なるほど、ホテル暮らしみたいなイメージで、はい、まあ、なんかよくあのホテルに行くと落ち着くって人すごい多いと思うんですよ、はい、こう旅行で、まあ、こう移動してでホテル着いたらホッとするみたいな、はい、っていうのってあれってやっぱり物が少ないから片付いてるからだと思ってて、はい、確かホテルの持ち物の数が一般的に100とかなんか150みたいな説を聞いたことがあって、でなんか我が家にあるのが多分250くらい、ホテルプラス100、それは服とかカードとかもろもろこまごまとしたものでなんか250くらいあるなみたいな感覚なんですけど、まあ、一般的に多分皆さんホテルよりは物が多かったり散らかってたりする中で、やっぱそこに行くと落ち着くっていうのは、まあ、物が少ないからもそうだし、ホテルみたいな空間にちょっとしていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあことで行きましょう。じゃあお邪魔しました。あ、いえいえ、あ、すいません、そこをスマートロックになってて、そのボタンポチッと押していただきます。はい、はい、お、便利、すごい、お邪魔します。はい、あ、でも電気は綺麗だな。最近お部屋の人とかゴミ屋敷の人ばっかり見てたんで、はい、もうなんか玄関入った瞬間に落ち着く、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、という感じで玄関こんな感じで、まあ、特にこの辺りはなんか本当に好きなものだけ置いておしゃれだなと思って、あー、なるほど、これ達也さんとさやかさんなのでウェディングアートみたいな、はい、そうなんですよ、これ結婚式の時に置いてたやつで、はい、ウェルカムボードですね。あー、なるほど、集中したやつです。微笑ましい幸せの象徴って感じがします。僕は独り身なんで。あ、でここに指輪とか、はい、あ、印鑑ここにあるのいいですね。なんか多分それこそパッと、そうです、あの、宅急便来たら押せるみたいな。やっぱ生活の動線をちゃんと考えて置いてるなっていうのはもうこの瞬間に分かりました。で、じゃあここちょっと見てもいいですか。はい。
あ、でも2人でこれだったら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、まあ、1人5足くらいですもんね、うん、了解です。じゃあここ、こっちはトイレですかね。こっちはトイレです。トイレ失礼します。おお、はい、渋さんの影響で買ったブラーマがここにいます。あ、これか、はい、若干使ってない形跡が感じますが、了解です。ここに眠ってる感じですね。充電するっていう習慣がなかなかつかなくて、あ、おすすめは予備のバッテリーをもう一個買うことです。あ、なるほど。そうすると常にどっちか充電して入ってるんで、そうですね、これが充電するのがめんどくさくて使ってないみたいな感じでしょ。です。にこれローテーションするのがおすすめですね。ちょっとここ見てもいいですか。はい、はい、洗面所です。ああ、はいはいはい、あ、すごいいいドラム式洗濯乾燥機がありますね。まあ、ちょっと確かに、散らかってる感じではないんだけど、若干ごちゃっとしてる感じは確かにある。あー、うんうん。うんうん。こっちにも棚があるんですけど、はい、うまく使えてる感じがなくて。あー、まあ、タオルがここになるのは、まあ、例えば、はい、水回りすぐここで出た後に洗ってとか、はい、洗濯機もここにあるからここにすぐ、まあ、うちみたいな感じですよね、はい、いいなと思ったんですけど、うん、まあ、なんかやっぱ確かに多分物の数がシンプルにちょっと多いですね。あ、多いですよね。多分置く場所とかはちゃんと物の動線的にここで使うからここ置いてるみたいなのはなんか感じるんですけど、確かになんかちょっと全体的にあそこしっかりシンプルちょっと多いからごちゃついてる、はみ出てるっていう感じはしますね。これ面白っ、この形。美容師さんが使う。ああ、なるほど。なんか辰の落とし子みたいな、なんかリュックソン、はい、行ったら結構ありますよ。なるほどね。あ、お風呂、お風呂は、お風呂、ああ、まあお風呂も若干ちょっとこのあたりがシャンプー量多いですね。そうなんですよ、これやっぱ美容師さんならではのだと思います。なるほど、なるほど。結構使い分けてる感じですか。ワンシャンツーシャンで分けてたりとか。ワンシャンツーシャンってなんか業界用語ちょっと、はい、まあ、1回目のシャンプーと2回目のシャンプー、はい、なるほどね。なんで2回やるんですか、シャンプーを。基本ワックスつけたりとか、はい、ジェルつけたり、はい、あとはその夜勤でこう長くなってくると頭皮がついてきて、はい、あ、はい、それをしっかり洗いたいの でワンシャン目は結構しっかりしたシャンプーで洗って、ツー、はい、シャンで、はい、あまりきしまなかったりとか、うん、そういう、まあ、洗浄成分の優しめのやつでちょっと洗ったりみたいな感じで使い分けてる感じですかね。なるほどね。わがまましてます。ああ、まあ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 、なんかそういう音が、まあそれでもなんか多い気は。私はカラーシャンプーとかが。ああ、なるほどね。フェイスアップと、はい、洗顔は共有してます。なるほど、なるほど。まあ共有しつつ、共有しながら減らす工夫はしてるけど、はい、若干減ってないもん。クッパリボンとかもいらないですよね。あ、これなんで、これ自分でやってるんだ。そうなんですよ。これ保湿用ですか。本当はこっちにしたかったんですけど、はい、サイズが合わなくてこっちにつけちゃって、はい、でも使ってないです。あ、ですよね。そもそもこっちに結構でっかいドラム式があるんで、はい、なんかそんなここで乾燥すこと足りそうだなと思ったんですけど、うん、ですね。じゃあここからリビングとのことなので、はい、お邪魔します。はい、おー、リビングは本当にミニマリストっぽいというかすごいすっきりシンプルな感じなんで、落ち着く。あ、普段はこんな感じで、はい、夫婦2人でご幸せに生活されてると。で、プロジェクターが、はい、そうだ、さっき言ってたやつ。そうなんです。あ、これは DMM のやつですね。これどこに投影してるんですか。あっちにですね、ロールスクリーン。 あそこに投影してるんだ、はい、あのカーテンのとこ、ロールスクリーン。夜だとそれで見えるって感じなんですね。はい、夜だけ。あの天井のシーリングライトからプロジェクターがあそこに投影されてるっていう、はい。まあ、うちが使ってるのはアラジン X ってやつで、はい、これだと DMM さんから出てるやつですね。あ、はい。で、なんかこれは確か、これ自体にアプリは入ってなくて、こんな感じで、はい、Kindle Fire TV Stick とかをさせるんですよね。はい、HDMI でつないで、それを、まあ、こう壁に投影するみたいな。あと、ダイニングテーブルがすごいスッキリ。これは僕用に用意してくれてるお茶なんで、はい、普段はこんな感じか。うん、ここはもうミニマリストっすよ、完全に。うん、だからまあ普段の生活していて特段めちゃくちゃ大きなストレスはないというか、むしろ快適って感じですもんね。しかもなんかなんだろう、韓国カフェとかでよく見る時計です、ね、なるほど、なるほど。この黒いバーってスピーカーですか。あ、スピーカーです。え、これがプロジェクターとつながってみたいな。そうです、ここに投影
してたんで。ああ、そうなんだ。その名残でここに置いたもの。まあ一旦ここに置いてるって感じか。で、ダイニングテーブルの上は本当にもうほぼ何も置いてない。ティッシュと、あ、じゃあ食事の時に普段飲んでる薬をここに置いてる感じか。あ、そうです。で、あれが例のゲーミングのやつで、ね、ああ、確かにこのあれですよね、多分このキーボード光る感じですよね。そうですね。しかもなんか確かにゲーミングっぽい感じのデザインしてる。なるほど、これで原神を普段やってるっていう。ちなみにミニマリストの人におすすめなゲーミングパソコンのブランドがあって、あの GPD っていう、なんか GPD Win Mini っていう、なんかすっごいちっちゃいゲーミングパソコンがあるんですよ。それだとなんか Nintendo Switch みたいに持ち歩いてたりするやつもあるし、世界最小サイズのゲーミング PC とか、そういうのもおすすめです。まあ、今後ねコンパクトにしたいとかあるんだったら、お家に帰ってきたら基本ずっとここでゲームしてるんですね。ずっとここにいるよ。あとそっちに目の保養になりそうな観葉植物。おお、これはさやかさんが育てているって感じですか。はい、あ、そうです。ちゃんとお手入れもされてる形跡がありまして、下に事務用品ですかね。はい、あ、そうですね。ダンベルとか、おー、はい、ヨガとか、うんうん、あー、確かにこんだけ空間に余白があるから、はい、置けますね。夜とか投影して、はい、ヨガをしてる感じです。あ、なるほど。僕の友達の YouTuber でフィットネス系の野賀ちゃんっていう YouTuber がいて、今過去にもコラボ撮影してるんですけど、同じ色だと思って。結構ね、僕の視聴者さんとかでもコロナ禍、あのおうち時間の時とかは、あの YouTuber さんの、それこそ野賀ちゃんとか見ながら腹筋やったりとかあったと思うんですけど、ヨガマットを置くためにミニマリスト渋の YouTube 見始めたみたいな人もいたくらい。はい、じゃあちょっと寝室を見せてもらいます。はい、まあ、すごいシンプル。ダブルですかね。ダブル。ダブルサイズのベッドで、まあ、ここは特に無駄なものはそんなに。これがキャスターでコロコロ。ああ、なるほど。これ便利ですね。あ、そうなんですよ。あまり床に物を置いてないから、どこでも臨機応変に転がせそうっていうのは、まあ、なんならこっちもいけるんだろうし。これがさっき話してた、なんか200冊くらい本があったけど、はい、60冊くらいまで減らしたみたいな。はい、そんな感じです。おー、レグ先生さんの本。あー、僕の友達のちゃんと買ってくれてる人が、あの僕の YouTube チャンネルでも結構一緒に撮影してるヤギくんの本がありますね。やりたいこと見つかりました。これ読んで、若干見えてきました。若干まだ 100% じゃないって感じですか。そうですね、ヤギくんの力不足ということで言っときます。まだ探しやりたいことを見つけ終わってないやつがおるから。吉田さんの方は電子書籍の方。ああ、ヤギくんの方は紙でやけど、僕の方は電子行きになったんですね。了解です。あ、全然いいですよ。じゃあまあ一応ここに収まる範囲内に本は減らしたって感じですね。あ、そうですね、うんうん、じゃあもともともっとでっかい本棚が多分あったんですよね、おそらく。 ありました、大きい本が。うんうんうん、まあでもいいですね、なんかここに収まる範囲でって決めてるんだったらいいと思います。あとここ奥にウォークインクローゼットかな。そうですね、はい。あ、ちなみに、あ、ここ、はい、今日なんか重点的にここを減らしたいっていうのなんか聞いたんですか。はい、これか。はい、そうです。あとここも、はい、あ、こっちもあるな。はい、旦那さんの服はめちゃくちゃ多くて、あ、はい、あ、でも旦那さん意外と思ったより服そんなめちゃくちゃ多いって感じはしなかったかな、パッと見。はい、アウター羽織物だけで、ね、ああ、はい、まだあるんだ。下が、あ、こっち、あ、こっちは旦那さんのなんだ。あ、そうなんです。下が被る系のシャツとかで、あ、じゃあさやかさんのはここにかかってるやつだけか、はい、そうなんです。はい、棚があることによって私の服がちょっとこうぐちゃってなるんですよ。はい、確かさっき36着数えてたと思うんですけど、はい、そうなんです。その棚もできればなくしたいですよね。はい、まあなんか若干余白があるんで、まだぎゅうぎゅう詰めな感じはないけど、そこに詰まっちゃってるって感じか。この辺りは確かに若干ごちゃついてるというか、ここは確かにもう少しスッキリさせたい、はい、お二人のものとこの物置をちょっと重点的に減らしましょうかね。はい、で、ここにダイニングテーブルがあって、こっちがキッチンですね。はい、はい、まあもうすぐそこに結構ゴミ袋がそのまま置いてるって感じですね。はい、まあ、場所的にはここが一番捨てやすいのか。そうですね。で、この辺はストック系とか、はい、うんうん、めちゃめちゃあるんですけど、あ、はい、旅行貯金ですね。なるほどね、旅行貯金、はい、ちょっと見ていいですか。はい、今ここに多分3万ぐらいのかな。なるほど。これどういう基準でここに貯金してるんですか。月に1万ずつ入れていって、はい、うんうん、その貯まったお金で旅行に行こうっていう感じと、電
子レンジがここにあって、ああはい、結構高い位置になりますね。そうなんですよ。で、私ここに乗らないとこの電子レンジ使えないんですよ。あー、スツールが置いてあって、まあ極力あんまり自分の身長より高い位置にあんまり物を置かない方がいいって話はしてて、まあそれはシンプルに取り出しづらいっていうのもそうだし、まあ一応災害が来た時よりも危ないよねみたいな点では言ってるんですけど、まあちょっと置き場所的にここしかないのか、はい、これなんですか、このドア。これが、はい、キッチンの、あー結構あるな、はい、ここにストックがまたあったり、保冷バッグとかバーベキューコンロ一回も使ってないんですけど、うんうん、とか食器ですね、うんうんうん、袋とか、あとこれ資源ゴミ、うんうん、はい、若干多いかも、多いですよね、はい、あと例の食洗機がここにあって、はい、ここは確かにスカスカな感じですけど、でこっちが、なるほど、あ、歌丸クリーナーお揃いのものがありまして、ここに調味料とかが、あー、うんうん、ちょい休憩が、まあそうっすね、はい、減らせそうで、あとここにフライパン系とかがあるっていう感じ、はい、という感じなので、まあ、ここもちょっと見直したいですね。ということで物減らし開始11時47分です。先にちょっと達也さんの服を減らしていくんですけど、服を減らすときに一番最初にやってほしいのは全部出す、全出しですね。でいうと、まあ、クローゼット2箇所に散ってるじゃないですか、こことこっち、そっちにあるものを一旦全部こっちに出しましょうか、うん、あ、こんな感じになってるんだ。あ、そうなんですよ、ね、あ、わかりやすい。実はさやかさんのところに旦那さんの服がかかってるみたいな感じなんで、これ全部出しちゃいましょう。そうですね、置いちゃって、でようやく、まあ、達也さんの服こんだけあるんだっていうのは今どうですか、ちょっと見てみて。結構減りました。あ、そういうの減らしましたね。じゃあこっからまだ減らせるのあるのかなってちょっと半信半疑みたいな。そうですね。さやかさんに合わせてゴリゴリ減らせって言うとストレスになると思うんですけど、やっぱりちょっと若干そのまあさやかさんのスペースに行っちゃってたりとかするので、まあちゃんとお互いのスペースに収まるくらいにはしたいなっていうのは何かあって、シンプルにさやかさんのはそっち、達也さんはこっちってちょっと収まるようにはしたいですね。そうですね。なのでまあ押し入れとかもちょっとまだ片付けると多分もう少し置けそうな気はするんで、これやっぱりまあ大前提してます。いらない服がないか、何を減らすか手順で迷う人多いと思うんですけど、まず明らかにいらないゴミから、その後に服で、その後に紙の本で、その後に契約書類とか書類って言われるもので、その後に雑貨、例えば文房具とか小箱とした雑貨で、その後に家具類で、最後が思い出の品っていう手順でやっていて、ただね、服は結構減らしやすいです。それこそさっきも言いましたけど、クローゼットって毎日見るもんじゃないですか、フリースクするときに。だから服って減らした瞬間からもう次の日の朝からすぐ効果実感できるんですよ、はい、クローゼットがスッキリしてるとか、自分が着るものがすぐ手に取れるとか、服から減らし始めると片手のモチベーション湧きやすいんで、服からやっていくんですけど、その中でも服の中でもまず冬服っすね、まあ、まさに今冬だし、もっと言うと冬服って結構体積でかいもの多いんですよ、ニットとかアウターとか、この1月過ごしてみていらなかった冬服とかあると思うんですね。そうですね。っていう意味でも多分何がいるかいらないか分かりやすいと思うので、冬服からいきます、はい、どう基準に減らすかなんですけど、僕のおすすめはいるかどうかで迷ったら捨てるんですね、はい、パッと手に取ってみているかいらないか、ちょっとでも迷ったらそれはいらない可能性が高いです。例えば今着てる多分その白いパーカーは多分捨てないと思うんですよ。そう、捨てないです、まあ、さやかさんも多分その着てるニットも捨てないかな、はい、捨てないです。多分2人が今着てる服っていうのは、はい、もう現時点の一軍の服なんですよ。だって僕の YouTube 撮影で一生記録に残る場所でこれ着てるわけだから結構自分の中でおめかししてるというか、これだって服で着てくれてると思うんで、多分その服は一軍だから捨てないっていうっていう感じなんですよ。これ捨てるかどうかも迷わないじゃないですか。まあ、といった具合に、例えば人によってはスマホは捨てようと迷わないとか、だからペット飼ってる人は多分犬捨てようと思わないとかっていうところで、どうでしょうか。じゃあこれは、それは入れます、絶対入れます。じゃあどうしましょう、こちらはどうでしょうか。これは似てるのがあるけど形が違うんでって言ってます。ああ、どうですか、場合はありますね。僕のアドバイス的に言うと、まあ、これいらないです。そうでしょうか。じゃあいらないです。おーですね、うん、まあ、まさに冬服から減らそうって言った理由なんですけど、これクローゼットから減ったらだいぶコンパクトなんですよ、スペースに。そうですね、冬服から減らすと結構こういう体積でかいのも減らせるんで、あと基本的にまあ売る譲るは禁止にしてて、
はい、よくあるのがこうメルカリで売るからってずっと売れずに後回しにしてるとか、まあ、いずれも一緒ですね。物が多く散らかってる人ってみんな大体売る譲るで後回しにしてるんで、はい、基本はゴミ袋、はい、まあ、もしめちゃくちゃハイブランドでこれ明らかにゴミにしない方がいいでしょみたいなものだったら、はい、なんか当日中に近くにあるらしいので売っていくんですけど、はい、こんな感じでゴミに捨てていいんですけど、まあ、ただいるいらないで捨てるんじゃなくて、まあ、なんで捨てることになったのかを考えてほしいっていう、捨てる理由を分析していくと、まあ、例えばさっき言った試着せずに買ってるじゃないですか、うん、ネット通販とかで、まあ、当然あのネット通販も今まあ買って返却、ね、最悪試着してみようと返却できるとはいえみんな意外とこれやらないんですよ、うん、そうみんなだからネット通販で、ね、最悪家で買って微妙だったら返せばいいしって買うんだけど、うん、いやそれやらないから儲かってるんですよ通販って、みんな大体やらないんですよ。結局微妙と思っても返すの面倒いしって残し続けて微妙な袋残ってる、うん、まあ、特にミニマリストの人とかそうなんですけど、あんま物増やしたくないって人は絶対にできるだけ通販じゃなくて、はい、もうちゃんと触って試着して買うって方がいいですね、うん、店って。もっと言うとこれ買わなくなった理由ってもっとありますか。例えば素材感が好きじゃないとか、思ったより素材感がだったりとか、思ったよりちっちゃかったんですよね、はい、ちょっと大きめで買ったんですけど、はい、それでもなおちっちゃかった。これから学べることは試着した方がいいと思うんですね。そうそう、白い、はい、長いカーディガンを買っとったら便利だなと思いつつ、はい、使わなかったりするので。もうそれ最後に着たのいつですか。これは実は着てないですね。思い出せないから、だいぶ前に同じの持っててまあ今みたいに最後に着たのいつかっていうのを聞かれて即答できなかったりとか、まあ、よく言われてるのは1年以内に着てない服は捨てる、うん、日本だと春夏秋冬で使ってないものは今後も使わないので、これは使ったんです、はい、これは使うと。この間自由で試着してます。おー、あ、ですよね、今試着して、うん、まさに試着した服でちゃんと多分サイズが合ってるからこれはいるって言ったんですね、うん、こんな感じは捨てたものから自分の傾向と対策も分かったりするので、言うといる服は意外とこんだけだったっていう、うん、多分3分の2ぐらい減りました、うんでっかい冬服減らせたんで、だいぶクローゼットコンパクトになると思います。もう今あっちに吊るしてたやつ全部そこに収まりましたもんね、はい、だからもうさやかさんの部分になんか侵食しなくても OK っていうのです、はい、多分さやか嬉しいですよね。自分のクローゼットが広くなりましたもんね今ので、っていう感じで次そっち行きましょうか。成人式の時の話しかないんですよ。成人式だと10年前とか多分スーツ用のシャツだった気がする。そうだった気がするっていうくらい、まあ、ちょっと使用用途不明って感じなんで、まあ、明らかにいらないかなって感じそう、もう結構シワも寄ってて多分管理してないなっていう。そうですね、着てる時は傷んでる服も大体いらない可能性高くて、まあ、こんな感じでシンプルになんか人に見せづらいというかだらしないと思いたくないとか思った瞬間にそれはいらない。これって色焦ってます、まあ、焦ってます、まあ、これ僕もこれ同じやつ着てるから分かるんですけど今、まあ、だいぶまずネックのヨレと、まあ、ちょっと色あせが結構出てますね。2年、ああ2年着るのか、まあ、これはちょっと多分あんまり着てて気持ちいいものではないかなと。それ夜遊びですね。夜遊びしてます。あ、僕も夜遊びのライブ見たんで、ここから下が、はい、ライブ T シャツなんですよ。ああ、なるほど。そう、なんか夜遊びしかり星野源しかり、なんか音楽系の多いなと思いました。そう、ちなみに早速なんですけど、これってなんか未開封であるんですけど夏に、はい、私があげたやつなんですけど、はい、使ってないみたいですね。あ、プレゼントしたけど、はい、パンズボンを履いた時に、はい、これだとスニーカーから見えちゃうので、捨てましょうか。本人の前でプレゼントしたものを未開封ですけど、まあ、さやかさんが OK ってことなんで、なんでこれなんか用途別に言われてたんですか。用途、そうですね、これとかはちょっと足首見えるときを、うん、でなんか今後靴下買うときのおすすめとしてはなんかほぼ黒だから、はい、全部同じやつで統一してやれるとなんか足首もちょうどいいやつ買って、そうすると洗濯するときに靴下のペア考えなくていいんですよ。ここまでもう絞っちゃってるんだったらなんかもう全部同じとかにした方がこれとこれ組み合わせとかめんどくさいのなくなるので。これ以上ですか。そうですね、おー、じゃあ一旦ここ一旦全部戻してみてください。あのボックスのいらないものは全部捨てて一旦戻しましょうか。結構ぎゅうぎゅう詰めでしたけど、こことここ空きましたね。空きましたね。てか半分ぐらい減ったと思います。という感じで、じゃあ次ハンガーかかってるとこ、ここ行きましょうか、はい、もうここからそのまんまパッパパッパ手に立ってまして、黄ばんでる10年前ぐらいに買ったスーツ用のシャツですね、はい、
まあ、やっぱちょっと皮脂汚れとか、うん、まあ、あんま手入れしてないのかなっていう感じは。久しぶりにさっき減らし終えたとか言ったけど全然信用ならん。これ何これ何って、はい、あ、私の、え、あれ、あ、私かも。さやかさんのが。ちなみにこれ言えます？いらないですね。多分使わずにずっと奥に眠ってて気づかなかったんで、はい、あ、ですね、存在を忘れてたんですよね。夫婦で共同生活してるとこういうこともあるんだなと思いました。使ってます。結婚式がだいたいこれって感じ。結婚式をなんかまとめられたりとそんな感じですよね。まとめれそうな気もしつつ、まとめ一個にするんだったらどっちがいいですか。うちでこれ結婚式いけないですか。そう、まあ、いきますよね。なんか結婚式じゃ定期点どっちですか。あ、ですよね。捨ててもいいかな。これが、はい、結構使ってはいるんですけど、はい、これを買ったから、はい、用途的には被ってくるのかな。じゃああれとこれだったらどっち着たいですか。あー、だといいこれ、うーん、あっちの方が好き。はい、さやかさんの好みの服を着ましょう。今年着なかった服は来年着ないですね。基本的に2軍3軍が1軍に昇格することはないと思ってもらって大丈夫です。本当に好きな服って毎年着るんで。今これを羽織ってるからいらないんです、うんうん、しかも私が買ったんですよ。プレゼントで、はい、プレゼントで。大丈夫ですか、しちゃって。あ、全然、まあ、もういい。毛玉できてるから。さやかさんが物減らし始めたのは何年前ぐらいですか。2年前ぐらいですね。あ、じゃあここ最近で結構ミニマリストとか物減らす意識が芽生えてきたって感じか。はい、それ以前の前ものですもんね。そうですね。なるほどなるほど。結構だから服プレゼントしてるの珍しいなと思って。ミニマリストの人とかってあんまり物のプレゼントしない傾向にあったりする中で、はい、意外と買ってたけど、まあ、それはなる前って感じなんですね。そうですね、結構もう元々マキシマリストだったので、うんうんうん、その頃に与えてました。与えてました。これはちょっと好きなんですけど、うん、色あせて乾燥機でシワになります、ね。ああ、確かに。正直ちょっとだらしない人なのかなとか思っちゃうかもしれないですけど、はい、うんうん。そうなんですよ。着てない服って、うん、もう手入れもしなくなるからよれたり、なんか手入れしてないから出ちゃうんですよ。出ますよね。そう。アイロンしないとか。わー、なんかこの辺りとかそうですけど、まあ、これは確かにもう明らかに履いてないだろうみたいな扱い方。これ着てたらどう思いますか。ちょっとダサい。まあいいやつだね。これも、まあ、好きだったブランドなんですけど、はい、あー、そう、だいぶちっちゃい、ギリギリサイズぐらいが好きで、今はちょっと違う。まあ、スキニーとか含めそうでめちゃくちゃピッチピッチタイトなものが流行った時あると思うんですけど、着なくなってしまいました。その点でいうとトレンドから大きく連れてる服も減らした方がいいと思ってて、あ、まあ、当然ね、自分がもうこの例えばピッタピッチの人が絶対好きみたいな、まあ、トレンドに関係なく俺はこのスタイルが好きなんだっていうのがもう明確に定まってるんだったらそれ着ていいんですけど、ビッグシルエットが流行ってるのもこれ単純なトレンドじゃなくて、シンプルにやっぱりコロナ禍でステイホーム、自宅にいる時間が長かったりとかリモートワークする人ってやっぱゆったりめの方が落ち着ける、ピチピチな服よりはやっぱりリラックスできる服の方が、まあ、ストレスが少ないからっていうのもあるし、さっき言ったスタイルがよく見えるとかもあって、今結構ビッグシルエットのトレンド着たりとか、まあ、要は明らかにちょっとそういうトレンド、サイズ感、シルエットが合ってない服とかも減らす方法として見た方がいいですね。これはなんか、はい、1万円ぐらいの500円みたいな。ああ、1万円が500円ってそれ1万円定価じゃねえだろうと思うけど。マリノワ、マリノワやね、の紫スポーツ、ね、あったまあ、僕が働いたマリノワシティっていうのはアウトレットモールなんですよ。なんで、まあ、僕もだから 70% オフのシールとか貼るのが仕事だったんですけど、あ、まあそういうビームスとかナノユニバースとかそういうね、人気ブランドのものがアウトレットで安く買えるっていう商業説にいたんですけど、そもそも定価設定ミスってるだろみたいな商品もちょいちょいあったんで、今回服全部取り出してもらったじゃないですか。なんでこれやったかっていうと、今みたいに残した服から着回しがわかるんですよ。これあるからこれ残そうとか、あれ減らしたからもうこれもいらないみたいな、自分の服全体通して見える化すると、そんな感じ着回しっていう形でもっと効率よく減らせるんで、まあ、みたいな、そうですね、あれと着回せるからこれだけあればいいかとか考えられるようになるんで、服を全部出すとこういうメリットがありますね。すごい、めっちゃ開いたよ。ほぼほぼ開いたし、多分あそこにある服も一部吊るせますね。ハンガーも大量に余ったんで、そんなにそっちに畳んで置いてる服とかも一部かけましょうか。そう、衣装ケースとかああいうボックスに畳んで入れちゃうと、
まあ、まず通気性が悪くなるし、シワになるし、もうお気に入りの服は極力全部あそこに吊るしましょう。どうですか、さやかさん。はい。パートナーがこんだけ減らしてくれて。絶対私が言っても聞かないと思うんで。はい。本当にありがたいね。まあ僕が来たっていうのも、まあ一つきっかけ作りはしてますけど、はい、とはいえそもそもやっぱり着てない服がこんだけ、ゴミ袋多分今3つぐらい出ましたよね。ですよね。もう俺は減らしてるとは言ってたけど、全然減らしてないやんみたいな感じだったんで、これは見てよかったですね。さやかさんのスペースをちょっと奪ってるのはやっぱり、はい、ストレスかかってたと思うんで。そうですね。で言うとそのビニール袋取っちゃいましょうか。みんなクリーニング出した後にこういう服にかかってるちょっと服を取り残しがちなんですけど、これ被ってちゃうと通気性悪くなるし、クローゼットに余白があれば、そのまんまかけるのが一番美しいし、何よりこれかかった状態でクローゼットかかってると、あんまクローゼットが美しくないじゃないですか。そうですね。なんで、これは基本皆さんクリーニング帰ったらすぐ剥がしましょう。これ、私やないよね。うん。いや、私だっけ。ああ、これレディースですね。え、レディースですか。あの、レディースのジャケットって丈が短くてポケット浅いんですよ。これでわかります。そうかな。ずっともう、はい、存在に気づいてなかった感じですよね。はい、気づいてなかったですね。ちょっとなくても困るです、はい、ちなみに今なんでそれを気づけたかっていうと、はい、まあ、なんか最近女性服のポケット少ない問題みたいなので、なんか僕のこのバックレスシャツ紹介してもらったんですけど、はい、その時の特集でまずなんでじゃあレディースの服ってポケット少ないかと、なんか最近あの JAL の飛行機が火災で燃えて、でその時に推奨されてたのがもうポケットが多いですよ。あの JAL で火災があった時に要は飛行機の上の荷物を取り出して逃げれないんですよ。まあ混乱するし、あの手ぶらで逃げないといけないんで、その時にはポケットがあった方がいいよねっていうのと、でその時にはテレビの特集でだから女性の服ポケット少ない問題とか最近あって、で取り上げてもらって、女性ってバストがあるからここにポケット入れるとまずシルエット崩れますと、だから基本ポケットがないとかもう超ちっちゃいとかほぼ入らないみたいな、ペンしか入りませんみたいなのものが多いっていうのが一つと、はい、女性の服って結構着丈短いのが多いんですよ、男性に比べて、はい、同じジャケットでも、はい、だからポケットついてても相当底が浅いんですよね、これ。スマホも入るか怪しいみたいな感じですよね。このちっちゃい iPhone でも入んない、ね、まあギリギリっていう特集をやってましたね。なんか男性と女性のなんか体格の違い上からもポケットが少ないみたいな、はい、余談でした、はい、ありがとうございます。はい、っていう感じで、あそこにあった服もですね、全部ここに吊るせてますね。ここに収まってる。素晴らしい。っていうので、ただ下と上がとまだごちゃついてるんで、服は終わったんで一旦上のもの減らしましょうか。はい、減らしていきます。これは、ミカサさんのブランケット。進撃の巨人です。はい、最近アニメが終わりましたけど、はい、これはいかがしますか。私は使ってます。使う。じゃあ、捨ててほしい。そう、捨ててほしい。いや、別に好きなのじゃないですか。ゲーマーなのも知ってるんで。なんか結構ね、物置の上にすごい雑に放り込んでるから、この辺りほぼ使わないと思うんだよな。逆枕。使ってますか。使ってないんですけど、捨てづらくて捨てる。ああ、コレクション的に。思い入れのものとかコレクション系は、写真に撮って捨てるということを気にします。行きましょう。上ほぼ開いたんだけど。着々とゴミ袋が、同じ福岡市在住なんで、あの指定のゴミ袋一緒です、はい、45リットル10枚入り450円ですね、これは確か、はい、なんでこれ1枚あたり、45円しますね。45円、はい、45円を無駄遣いしてますね今っていうのですごい、あのここほぼ減って、あの必要だったの進撃の巨人のミカサのタオルケットだけ、はい、それだけ戻しても多分めっちゃ開くんですよ、必要なのはこれだけだったっていう。で多分空いたスペースに靴下とかのカゴをここにこう置いて、まあ一旦はこれでまずあのボックス全部いりませんでした。でさやかさんのとこにあったやつもいりませんでした。だからここに収まっちゃう全部って感じで、達也さんお疲れ様です。はい、じゃあこっからは2人のものかな、多分なんか押し入れの下になんかありますけど。そうです、うおー、なんか美容師のあれあるマネキン、はい、首が飛んでるけど、ここも全部出しましょう、はい、で一旦もこんな感じに管理すると、さっきあのこれ賃貸その SK のやつで捨てられませんって言ってたじゃないですか、はい、これも 100% いるってことですよね。そうですね。じゃあもう戻しましょう早速、はい、こんな感じで一旦全部出して必要なものを戻すっていう風に、
やりましょうか。ああ、カラー剤、美容師さんの、はい、こんな感じで染めるやつとか美容師さんが仕事で使う液体が入っていて、これも絶対使えない使う使ってないやつとか学校多いんですよね。あ、じゃあこのタイミングでもう明らかいらないってものを出しましょうか。ダイソーなんですね。ダイソーってここに書いてるんですけど、まあ未開封、これは明らかにあの美容師じゃない僕でも扱ってないんだなっていうのが分かった。つまり、国家試験用の資格です。国家試験用なんだ。美容師さんって国家資格、ね、こういうのはやっぱり当時の記憶蘇るのかな。蘇りますね。蘇りない。燃える。はい。センターパートかなんかの練習ですか。この髪型の練習です。ああ、なるほどなるほど。今ハサミあります。あ、ハサミ。切ってみたい。切ってください。捨てる前に切ろう。なんか物減らすのと一緒で髪を削ぐ作業も減らす工程だからいいなと思って。おお、気持ちいい。すごい、本当に人間の髪みたい。そうですね、一応人毛ですね。あ、人毛なんだ。結構癖あります。だからなんか、はい、年々癖が強くなってる気がします。なんか癖毛の美容師さんに聞いたら、はい、やっぱりその人も年齢によって癖が変わったって言ったから、うん、髪細くなっていくと、はい、どんどん癖出るんですよ。え、カレーってことですか。毛が細くなってるんですか。カレーじゃん。マジか、結構今ショック。最近今人生の悩みの3割ぐらい髪ですね。え、髪ですか。髪がもう最近癖とかまとまらなさすぎて、なんかもうアラサーになってから髪質変わったのか、うまくセットできない。最近結構長さありますね。自分に合う髪型変えたい、見つけたい。はい。あ、いつが1回出てきました。あ、ここにまだ6人いました。美容師の家って感じです、うん、これは使う感じですかね。そうですね。絶対いるんだったらもう戻し、このタイミングで戻してもいいです、ね、全部処分。あー、なるほど。ここ漫画ゾーンですね。うわ、恋と嘘とか俺多分全巻買ってるわ。全部データで持ってったんで。あ、電子書籍で買ってるんですか。そうです、ね、なるほど。これはあれなんですよ、国がもう結婚相手を、AI のデータがなんか遺伝子データをもとに決めるっていうような、まあ、自由恋愛を幸せなのかみたいな感じのお題ですね。で、これをメルカリで出してたんですよね。はい。で、結局売れないまま残ってる状態。うん。ちなみに、はい。ちなみに誰派ですか。僕イロハスが好きなんですよ。あ、でもイロハスもいいですね。はい。もういや、僕大体ラブコメ見ると負けヒロインの子好きなんですよ。3番目みたいな。知らんけど。じゃあちょっとブックオフかなんかちょっと持っていく。もうこんばん持ってきちゃうんで。めっちゃ空いてない。めっちゃ空きました。結構なゴミ袋が。これ半分ぐらい空きましたけど。あ、これもまとめて後でブックオフ持っていくんで。じゃああそこ本当に半分ぐらい空きましたね。はい。すご。大社にいらん気がしてる。使ってないんだ、はい、え、なんすかそれ。ダイソン、ダイソンのあーホット、はい、あの一緒のやつですよね、ホット&クール。あ、そうなんですよね、これ。あ、もうしばらく使ってない感じですね、はい、でもエアコンもあるし、はい、いいかなって感じ。 あれもあるしみたいな、はい、ヒーターもあるんだ。じゃあ用途かぶってるし、はい、じゃあこれも持っていきましょうか。まとめて持っていきます。はい、だいぶスッキリすな、じゃあ。はい、という感じでここ終わりました。ここほぼ半分いらなかったですね。はい。いや、これ毎朝多分服身支度するとき相当快適だと思いますよ。そもそもこことこうまたがなくていいし、一箇所にまとまるんで。お疲れ様です。お疲れ様です。1個まるまる空いたな。あー、来ました ね。これはジモティとかでもいいかも。じゃあ服は減らし終わって、でその時にやってもらいたいのがこれですね。ハンガーも一緒に減らすっていう、はい、ちょっとハンガーがバラバラなんですよ。いろんな種類があんな感じで、黄緑もあるし青もある、木製ハンガーもあるみたいな。なんでこれを達也さんの好きなハンガーにこのタイミングでまとめちゃいましょうか。めっちゃ減った。こんな減ると思わなかった。過去一ペース早い気がするんだよな。本当ですか。僕短期集中でやってくださいって言うんですよ。例えば土日とか、なんかこうゴールデンウィークとか年末年始とか連休の時にすると、特にこういう共同生活してる人って、はい、あの共同作業できるじゃないですか。でさっきもさやかさんにこの服似合うと思うかなとか聞いたりして確認しながらやられたから、めっちゃ効率がいいんですよ。これ一人でやるよりも絶対にパートナーの方とやって確認しながらやった方が早いんで。これはありですか、この黒い。あ、これかけなくていいと思いますね。不織布のやつはもっと良くないです。あの不織布のやつとかボロボロになるんですよ、これ。あ、
でボロボロに生えてそれが服につくみたいな。ああ。なので不織布カバーは一番良くないっていう。そうなんですね。はい、それかけちゃうと、はい、どの服かわかんないじゃないですか。ああ確かに。何今思いました。ですよね。服はそのまま通すのが一番いいです。あんまりカバーとかかけずに。ハンガーの統一し終わって、おお本当だ。なんか木のやつ中心に同じハンガーで、はい、どうでしょうかこのクローゼット。見た目にいいですね。あ、そうですね、見た目もいいし、しっかりしたハンガーで統一したんで、はい、じゃあこれでクローゼット終わりかな。お疲れ様です。お疲れ様です。これで多分毎日の身支度がライブ楽になると思います。そうですね、服を選ぶ時間がなくなりますね、はい、うんうんうん、そう、無駄に迷ったりしないと思うし。じゃあこっち行きますかね、はい、で言うと、まあ、さやかさんの服ちょっと見ますかね、このタイミングで、はい、見ましょう、はい、ぜひね、まあ、こっちに部屋着かな。そうですね、部屋着と夏物衣類。これ36着以上ありません？あるのかな。そことあそこまで入れたらなんか多分それ以上ある気はする。でそっちにも服があるんで、このタイミングでちょっとさやかさんの服ももろもろ減らしますか、はい、まあ、こんな感じで一応ハンガーに吊るせる分プラスベッド下であるって感じか。じゃあ一旦ここパッと手に取ってもらっているか迷ったらで言うと、はい、これは母にもらった喪服なので、はい、絶対入ります。はい、絶対入ります。まあ、さやかさんは多分もう一応ね、もともと減らしてくれていると思うんで、そんなにたくさんいらない服が出るって感じじゃないと思うんですけど、はい、はい、まあ、ここにかかってるのは多分結構スタメン一軍のものが多いとは思うんですけど。そうですね、これちょっと迷ってて、あ、はい、ユニクロの新しいアラエルダウンに買い替えようかなって思って、はい、あ、はい、ファンデーションとかついたりするんですよ。あここにパーカー部分ですね、はい、もらえないから、はい、お手入れがしにくい。じゃあまさにワンインワンアウトっていうのをよく言ってるんですけど、そのもうこれ欲しいっていうものが決まったなら代わりのものを1個減らすってことをやらないといけなくて、はい、で言うとこれがワンアウトの対象かな。はい、来てたんですけど来てます。はい、この辺、はい、ちょっと迷いがあるんですよね。あ、まあ迷ってるんだったらやらないっていうのはもう多分さっきの達也さん見てたと思うんですけど、はい、その上で、はい、まあ、迷ってた服ではあると思うんですけど、はい、何が違和感でしたそれ。そうですね、持ってる服に合うかな、なんか幼く見えるかなって思ったりする、まあ、幼く見えるとか、これ着ててテンション上がりますか、自分可愛く見えるなとか、これ着てる時の自分可愛いなとか、着てて楽だなとか、何でもいいんですけど、うん、最近着てないっていうのとか、うんうん、汚れがつきやすい。あ、さっきのファンデーションのがつくっていうので、はい、1個減らしたと思うんですけど、ね、はい、黒いダウン。そうですね、で言うと、はい、多分あんまりフード系、パーカー系は買わない方がいいんじゃないかなっていう、はい、でもっと言うとその汚れが目立つ白とかも、はい、パーカーついてるものなのかな。ちょっとパーカー苦手かもしれないですね。あ、うんうん、ね、はい、さっきもパーカー減らしましたもんね。そうですね、じゃあ行きましょうか、はい、はい、という感じでですね、改めて見直してみたら6着くらいはまたいらないものが出てきたっていうので、まあ、だいぶここら辺とか、はい、ここしっかり、はい、割とちょっとゆとりが、あと達也さんがもともとここに吊るしてた分とかもあっちに持ってったんで、はい、だいぶスカスカなクローゼットになったかなと。いいですね、すごいマジスカスカ。いらない服がまた、まあ、ここも半分ぐらいでなかったかな、まあ、ここがワンピース類じゃないですか、部屋着とかじゃなくて、はい、これ多分あっちのクローゼットに吊るせますね全部、はい、せっかく丈が長いワンピースとかで、はい、ここ高さあるクローゼットだから、はい、絶対吊るした方がいいですねそれ。それもやっぱり若干シワになっちゃってるじゃないですか、その畳むことで。そう、あとね、さっき達也さんの服がここにあったから、多分ね、丈が長いやつをここに吊るせなかったんですよ。あ、そうですね。そうそう。でもそれももうなくなったんで、はい、置いてますよ。いい感じ。もう上から下まで全部服に使えるんで、はい、多分達也さんも、さやかさんも、もう二人とも衣替えいらないですね、ほぼ。あ、もうほぼほぼかかっちゃってるんで、はい、もうオールシーズンの服が全部吊るしてあるみたいな状態なんで。はい、あ、全部 T シャツとか含め全部吊るしてもまだ若干余裕あるんで、あ、もうオールシーズンこれ大丈夫です。おー、なんでまあさやかさんもそうですね、こことさっきベッド下で2箇所クローゼットが散ってたんですけど、まあ、減らしたら全部ここ1箇所にも全部吊るせてるんで、おー、めっちゃ綺麗になった。じゃあここですね、2人とも服減らし終わったんで本題のこっち頑張りましょうか。てかもうね、押し入れこう全部出します、もう書類に借りたら全部出します。もう、まあ、今から全部出すんですけど、何があるかっていうのはこんな感じですね。まあ、ファブリーズがあるとか、こまごまとしたもの、アイロンとか、もろもろあったりとか、紙袋とかですね、あったりとか。まあ、あと、ここら辺はなんか iPhone の外箱とか、帽子もここにありますね。まあ、こんな感じになってます。で、これをもう一旦全部あっちに出します。結構ありますね。
そうなんですよ。これね、全部出さないと自分が何を取りたいと思ってるか意外と把握できないまま。これでも体出すな。これ減らしたいな。あ、私もです、それ。この収納から3段ボックスが。ミニマリストの天敵3段ボックス。そもそも結構備え付けの収納が充実してるのに、これ多分減らせますね。で、全部取り出し終わったんですけど、結構ありますね。あ、結構ありますね。全部出したことで何がどれだけあるかっていうのもちょっと改めて見える化したんですけど、どうですか？こんなにあったんだって感じしますよね。なんかお部屋って感じね。ここに必要なものだけを戻していくっていう作業をやりましょうか。はい、時刻、今、14時18分。まあ、片付けし始めて2時間半くらい経ちましたね。じゃあちょっと一旦休憩挟みますか。僕の目線はこんな感じなんですけど、はい、まあ、やっぱね、部屋あんだけ片付いてても物置にギューってやってると、物量としてはこんだけあるので、まあ、根本的には物の数を減らさないと解決しないよっていうのはもう、僕のチャンネルでも何回も言ってることなんですか。そうですね。ちょっとこれ、ブックオフに持っていくのはちょっとデカすぎる。そうですね。で、その3段ボックス、早い、いいですね。スピードが速い。あまあ、僕、おすすめしてるのは、まあ、大量の時は捨てると。もうこんな風にゴミ袋捨てて、数が減って、値段がつくものに関しては売ってもいいと。で、大型のものに関しては、まあ、こういった家具とかですね、に関しては、まあ、譲る。で、具体的に譲るっていうのは、ジモティですね。ジモティ使うと結構都心部に住んでる人はそれこそもう値段つけずに0円とかでやると多分もう2、30分後には過ぎてます。で、粗大ゴミって結構粗大ゴミチケット買ったりとか、あと回収に来るのも時間かかるじゃないですか。1週間とか、そうそう。ジモティだったらもう最悪当日引っ取りに来てくれするんで、はい、もしかすると片付け中に見つかるかもしれない。そうなんです。っていうので、まあこんな感じでいらないものがいたんで写真撮ってジモティに出品。あれも行きましょうか、白いの。この収納2つはもうちょっとブックオフに持っていくのも大変なんで、ジモティで今出品してます。ね、でもこの3段ボックス2つ巨大なのが減ったの相当いいですね。だいぶ大きいです。だからだいぶ減らした証拠なんですよね、そもそも、あの分だけ。部屋写真だけ見るとマジミニマリストやんと思ったんで、そんな減らすものあるかなとか思ってたんですけど、結構ありましたね。意外と出ましたね。し、まあ、達也さんとかさやかさん、2人とも結構捨てれる性格というか、はい、割と、アドバイスしたらすぐ減らせたんで、はいはい、それも相まって素晴らしい。あ、おー、こんな感じでカラーボックスちょっと出品して、じゃあやっていきましょうか。はい、いいっすね。もうラッシュ終える前にもう収納出品しちゃうっていう、逃げ道を塞ぐじゃないけど、はい、はい、早速ここを片付けていくんですけど、はい、ブルーシュコードリアス映画見に行きました。あ、行きました。銃を撃っていいのは撃たれる覚悟はあるやつだけだ。これ今ちゃんとちゃんとセリフが、はい、これはいります。セリフですね。今の流れで捨てるつもりだったんですけど。そうですよね。一番好きな人なんで。はい。じゃあこれはいると。じゃあこっからどう減らすかですね。で言うと書類からいきます。書類の中からどれ減らすかなんですけど、説明書とか選択肢の、はい、選択肢とか。あ、で言うと、この説明書も、特にドラム式のやつですよね。はい、あの、これ、ホームページ行ったらダウンロードできます。そうですよね。で、これ、保証書があるわけでもないので、はい、これ、いらないっすね。はい、見返さないっすよね、もう。そうですね。し、あの、最悪エラーコードとかって洗濯機に書いたりするんですよ、はい、シールで。ホームページ行ったらダウンロードできるし。まあ、なんか説明書をまとめたいって方は、トリセツってアプリがあって、はい、まあ、そこで、自分の品番、ドラム式の名前入れたりとかすると、全部デジタルでダウンロードできるんですよ。というアプリもあったりするんで、説明書今後不安になったら、はい、こういうアプリ使ったりとか、はい、あの説明書そもそも見返さないから、まあ、僕一応おすすめはしてるんだけど、多分みんな使わなくなると思いますよね。説明書って見返さないからな、マジで。そうですね。多分使ってる機能しかよかった。そうそうそう。最初のこう設定の時とかは。けど、そうなんですよ。買って最初がピークなんで、説明書って。懐かしい。とある魔術のインデックス、これ初めてライトノベル全巻揃えたのインデックスでしたね。お高校生の時は全部ラノベ本棚にあった。ああ、そっか、一歳差だからそんぐらいの。説明書いります。保証書がついてれば。説明書見るときに、こっち買ってどんぐらいですかね。まだ半年くらいか。保証書ってあって、
まあ、なんでこのページだけ取っとけばいらないですね。まあ、あとこんな感じで多分買ったばっかのものとかは保証書が必要って感じで部分的に残してもらったり、あと保証切れみたいなもの多分いっぱい出てくると思います。昔買った多分お互い5年間結婚生活だと思うんで、その時に買った家具家電とかの保証切れてる保証、そうですね、ものが出てくると思うんで、そういったものは出ていきましょう。これいらない感じと、まあ、なんか思い出のものを割と達也さんがドサッと、何も言葉残すなくもいらないです思い出のものは後回し一番最後にしてるんですけど、迷うものに関してはって感じですけど、明らかにいらないものができたらもうそのタイミングですけど、はい、達也さんは割と思い出のものとかはもういらないっていうの結構捨てたタイプで、で結構さやかさんはちょっとまだ残しがち、はい、それでいいんですけど、一つ思い出のものと向き合うときに、まあ、守ってほしいのが、まあ、これがいいかな、別に全部捨てなくてもいいんですけど、こんな感じでこれを例えばじゃあ思い出のものボックスという形でこれに収まる範囲内とか、まあ、要は自分はこれだけだったら、まあ、管理にストレスかからないなみたいな感じで、まあ、このチャプレどうですか、ね、これだったら収まりそうとかあります？あります。ですよね。うん、なので、めっちゃここに収まる範囲内で、はい、過去の古い日記とか、はい、アルバムは残って管理しましょうか。はい、思い出のものはなので、はい、思い出のもの減らせないって結構いるんですけど、はい、あの全部捨てなくて当然いいんですけど、はい、まあ、一つは例えば写真に撮って捨てれないかとか考えつつ減らしつつ、それでも現物撮っておきたいというものに関しては、はい、自分で思い出のものフォルダとかボックスみたいな管理できるキャパを決めてもその制限以内に残す。で今後何か増えそうになっても、はい、古いものを手放しとか写真撮ってとか、はい、しておかないとどんどん思い出のものや物置に溢れていって、思い出のものほど数絞んないと大事にできないんですよ。何でもかんでも残すってなると見返さないじゃないですか。はい、でなんか、はい、そう取ってるだけで全然見返さない、大事にしてねっていう風になる。思い出のものを大事にするためにもちゃんとキャパを決めてその範囲で楽しむってことはやってほしいですね。はい、買ったけど未開封のこのアルバムがあるんですけど、まあ、これちょっともったいないですね。はい、まあ、ここら辺もそうですね。封筒とかそれも結構値段安め、ダイソーとか100均とか行った時は結構注意です。多分これも100均ではないか、はい、100均です。100均か、はい、結構100均系で未開封のものはちょいちょい出てきてるんで、はい、100均注意、はい、まあ100均は特にね、こう誘惑もいいですよね。例えば封筒1個買いに行ったつもりが、はい、なんかいい感じの可愛い雑貨が100円とかで買えたりするから、なんか買うつもりなかったものも買ったりするんで、遊戯王カードだったりとか、あと古いクレカとかポイントカード機を今減らしてるっていう。お部屋の住人みたいな絵面になってます、ちなみに今ここだけ見ると。だからね、意外とこういう作業をするためにも何も置いてない床面積って残しておかないといけなくて、僕は基本的に片付け方針としてはとりあえず全部出すと、もう服も収納も全部出して、でそこからいるものだけを戻していくっていうのやり方をやるんで、そのためには結構作業スペースいるんで、あの最初から何も置いてない床面積広かったの助かりましたね。他の人は結構これをやるために床に散らばったものとかを片方にどけたりとか一箇所に固めたりするんですけど、今回その作業がいらなかったんでだいぶ楽。書類系時間かかります。そう、書類系地味に時間かかるんですけど、ただ意外とこんな感じでちりつもでいらないもの出てくるんですけど、分かりできない作業というか見過ごせないんで、これは、うわーこれ夏、ちょっと待ってて、多分俺まだ実家に行ったらあるわこれ、子供部屋にスライム、これ何でしたっけ、多分 UFO、 なんかゲーセンとかに行ったら救うやつで、ですよね。離婚した実家側に行けば多分まだある。いつか子供部屋も片付けたいんですけど、親の関係で家に 帰れてないんで、高校生時代のものは全部捨ててるんですよ。小中の時は母子家庭なんで父親方の実家にあるから見れてないっていう、まあ僕も必要なもんないから全部捨ててもらっていいんですけど、まだある。めっちゃ物多いです。多いですか？めっちゃ多いです。時間がちょうど今16時前、4、5時間ぐらいも片付いてますね。うわープレイマット、プレイマットモンスターカードは横に5枚で、今でももうそれ使えないですよね。あ、そうなんですか。ルール変わってるからプレイマットの形違うんですよ。なんでこんなに苦労して、はい、なんでもないカードをこんなに詰めてるのかそれは確かに思いました今だって今の話してわからなかったじゃないですか。遊戯王もそんなやってない俺でもその知ってるんですよ、そのルール変わってるとか、なんか
それ知らないけど割と大事にしたからそんなに好きじゃないんじゃないかなと思って一瞬思ったけど、なんとなく捨てれる捨てれない、こういうの自分一人じゃ絶対しないですね。良かったです、共感して。はい、良かったです。僕、この出張片付け企画をやって分かったことがあって、はい、なんで捨てられないのかっていう、みんな僕に申し込んでくれるってことは、はい、少なからず僕の YouTube 結構見てくれてる、本を買ってるとか、はい、で、多分それこそいるかどうかで迷ったら捨てようとか、1年以内に着てないもの、春夏秋冬使ってないものは今後も使わないとか、多分短期集中でやろうとか、多分もう捨て方とかメソッドは分かってるんですよ。もっとミニマリストになると床面積分の家賃が浮いてお金が貯まるとか、はい、その決断疲れが減るから脳も疲れづらくなるとか、はい、ミニマリストのメリットとか物の減らし方っていうのは多分もうみんな散々聞いてるし、はい、染みついてると思うけど、なんで減らないかっていうと引っかきがないからなんですよ。あ、思いました、なんで減らないのかっていう、まあ、僕じゃあここまでなんでストイックに物を減らせてるかっていうと、まさに実家を抜けて一人暮らししないと現状脱出できないみたいな、僕もともと二浪して大学行かずにフリーターになってるんで、もう落ちこぼれだったんですよ。っていう中で19歳だった時に二浪フリーターで進学校に行って、周りはみんな東大行ってるとか医学部行ってるって中で200人中1人だけフリーターだったんで、まあ、ちょっと落ちこぼれでどうにか変えたいみたいな。で、実家は実家で物多くてゴミ屋敷だしみたいな。早くここから抜け出したいから物減らしてみたいな。やらざるを得ない環境。物減らさないといけないって状況だったし、もっと若い時から物減らしてるから、それこそ10年前のものとか結構あったじゃないですか。なんか大人の時の、学生時代の。っていうのが、これ年齢を重ねれば重ねるほど、何年も前の学生時代の社会人時代のっていうものが積もっていくから、なかなか捨てられない。これ長年取ってきたからっていうので、捨てられないんですけど、僕19歳から捨て始めたから、まあ高校生の時からのしかないんですよ。まあ、っていうので、できるだけ物を減らすのって、まあ若ければ若いほどいいっていうのもあって、で、お二人まだ若いからいいんですけど、まんまってるし。はい。あのね、だいたい40代、50代くらいになってくると、捨てるペースはどんどん遅くなります。できないわけではないんだけど、やっぱりみんな、うわ、これ、小学校の時のとか、なんか学生の時のとか、なかなか長年取ってきたから捨てられない。これ、サンクコストバイアスって言うんですけど、なんかサンクコストって聞いたことあります？確かに。そう。まあ、要は、人間、その、お金とか時間、コストをかけた分だけ、それに価値を感じるっていう。逆に言うと、いらないものでも、サンクコストのせいで、いるって勘違いしてしまうんですよ。判断を見誤っちゃうっていう。そう、例えば、よく捨てられないのが、高いお金で買ったから捨てられないみたいな。でも、当の本人、現状いらないって分かったじゃないですか。いらないはずなのに、高いお金出して買ったからとか、その、学生時代からずっと残してるからみたいなので、いらないって分かってても、なかなか捨てられないっていう現象が、まあ、これ、サンクコスト、物にも発生するんですけど、まあ、これ、何でもそうで、例えば、ホス狂いの人とかそうですね。ホストとかに通いまくって、多額のお金と時間、労力費やしてるから、はい、もう大して好きじゃないとでも担当降りられないみたいな。とか、何でもそうですね。恋愛とかでも言えるかな。一人結婚されてるからいいと思うんですけど、はい、結構同棲とかし、まあ、そうずっといて、でも大して好きじゃないのに、はい、なんかもう長年ずっと付き合ってるから別れられないとか。で、まあ、本当は好きじゃないんだけど、なんかいないと寂しいなとか。それも要は長年ずっと付き合ってる惰性みたいな、惰性みたいな、そうです。あれもサンクコストですね。何が言いたいかっていうと、まあ、できるだけ捨てるのは若ければ若いほどいいし、はい、で、まあ、きっかけがあるといいです。もっと言うと、転勤族の人が結構ミニマリスト多いです。やっぱ引っ越しを何回もやるから、その都度物を減らすみたいな。転勤族と災害を経験してる人が結構ミニマリストです、まあ、最近も石川とか災害ありましたけど、とか僕らの地元福岡とかでも、まあ去年おとといか、震度4くらい揺れたのを覚えてます。深夜にいきなり揺れたんですよ。あと熊本地震とかですね。熊本地震とか東日本大震災、最近だとやっぱり石川県に被災された方が、やっぱり物を減らそうと思いますとか。僕だと水没したりしますからね。ああ、そうですね。家が水没したとか。してましたよね。そうそう。そういうきっかけがあるとみんな痛い思いをするから物を減らしたりするんですけど、なかなかみんなそうはいかないですよね。なんとなく物を減らしたいとは思ってるんだけど、はい、そこまで物を減らさなくても、まあ、今の生活一応成り立つしな、みたいな。まあ、減らした方が多少楽なんだろうけど、まあいいや、みたいな。後回しにしますし。そんな感じでした。ああ、ですよね。
そうなんですよ。まさにそんな感じで言うと僕はなので、そのいろんな人家にいて、結果なんで減らないかっていうのはきっかけがないからっていうですね。僕が来ることによって、まあ、きっかけが作れたらいいなと思ってます、ね、なので今日この瞬間に頑張ってちょっと、はい、僕の監視の目があったら多分釣れると思うんでそうなんですよ。きっかけを作るのがね、一番大事な気がしますね、やっぱ。だから例えば渋を家に呼べないよって人は、今より小さい家に行こうとか、結構さ決めちゃったらもう減らさざるを得ないの、はい、強制的に減らさざるを得ない環境を作ってみれば、友達を家に呼ぶとか、そうすると家が散らかってるとか友達家に呼んではそれまで片付けようじゃないですか、うん、そんな感じでなんか自分の意志力に頼っちゃダメですね。うん、そうすると大体後回しにするんで。前使ってた通帳とかって処分してます？まあ、僕はもう最近全部デジタルで残る通帳、ゆうちょとかでもゆうちょダイレクトっていうのが確か、であとアプリもあります。はい、ああ言ってるのか、デジタルから生きてるんだって思ったら紙の通帳はいらないです。はい言い切った。達也さん側が服を減らしましたね。この程度ぐらいで収納が2つ空きましたもんね。これ基本的になんで、押し入れの片付け方法は一旦全部まとまった時間を使って全部取り出して、でもいるものをどんどん戻していくっていうような作業で、押し入れは片付けていきます。これもいらないです。おー、なんかメイク。あれも全部いらない感じですか？はい。おー、いいですね。これを機会に。そうですね。これほとんどマニキュアとかなんですけど、はい、もう固まってしまってるとか、はい、もう色が全然実際塗ってみたら違ったっていうものが多いですね。うんうん、ああ、なるほどなるほど、はい、とか試してみて使ってないとか、でもっと言うとコスメですね。はい、コスメ減らせない人とか結構いると思うんですけど、基本的にメイク、コスメ用品って開封して3ヶ月以内に使えっていうのが、3ヶ月とかも長くて1年、はい、3ヶ月以上もしばらく放置してるみたいなものは、はい、もう衛生的にも良くないです。あ、で、ちゃんと使ってるものって大体3ヶ月半年で使い切りません？確かに、すぐなくなります、ね、すぐなくなりますよね、はい、なんですよ。だから3ヶ月半年以上残してるものは大体もういらないと思った方がいいです。そもそもメイク用品がこの押し入れにあった時点で多分大体使ってないですよ、はい、ああ、そうですね。ちゃんと使ってるメイク用品ってもっと生活圏内にあると思うんで、はい、ですね。水回りとか結構捨ててるな。カード類いっぱい出ましたね、はい、いっぱい出ました。使ってない診察券とか皮膚科の診察券とか、うわ、にもか。僕たち福岡県民はにもかっていう交通系なんですけど、はい、使ってなさそうなニトリのポイントカード、うわ、コストコある。コストコ会員ですか、もしかして。前会員でした。あ、なるほど。物が多い人大体コストコ通ってる共通点ですね。最近片付けた方もめっちゃ、はい、もうゴミ屋敷だったんですけど、はい、本当にあのコストコ会員でしたね。別にいいんだけど、コストコで入れもしないものをまとめて買って5万円ってへへみたいなこと言ってました必要な分を必要な時に買うっていうのが一番安いんですよ。例えばみんなまとめて買ったら安いと思うじゃないですか、はい、例えば3個買ったら何円引きとかもそうだし、うん、もっと言うと例えば調味料とかも大きい、はい、なんだろう、醤油買う時にも大型の瓶とか買ったりしません？みんな、ああ、なんか大容量の方が単価1ミリあたりの単価が安いからみんなそっち買うじゃないですか、はい、のこれ経済学上だとそのまとめて買うよりも小さい小瓶買ってる人の方が節約できてるってデータあるんですよ。なんでかっていうと小瓶の方がちゃんと最後まで使い切れるし、はい、衛生的だし、で、大瓶だと結構、なんかね、使用量ガバガバになっちゃうんですよ。あ、なんかまだたくさんあるし、一家とか、まとめて使っちゃえとか、なんかね、ちゃんとこまめに買った方が、実はお金も貯まるし、衛生的だし、みたいな。必要な分を必要な時に買った方がいいです。いくら安く買っても、そこで無駄遣いしたり、腐らせたら意味ないんで。年賀状ね。年賀状ですね。年明け、今1月ですけども、はい、もらいました、いっぱい。私はもらってない。でもなんか年賀状で年々出す人減ってますよね。まあ LINE とかの明けおめメールでも、明けおめ LINE とかでもいいし、それがじゃあ思い出のものボックスですね。うんうん。国家試験、あ、美容師免許証っていうやつですか。おー、本当に国家資格持ってるんですね、はい、それは何でしたっけ。ウェディングドレスです。あ、ウェディングドレスか。買い取りだったんですよ。おー、あー、そんな風にやってる。あー、はい、ウェディングドレス、はい、
これはもう取っておきたい。あ、そうですよね。まあ、例えば収納が今余ってくると思うんですけど、まあ、残してほしいのはどっちかというとこういう半透明系かな。あえて、まあなんかもう完璧に物減らし終わってる人とかは全く見せないようにするために今度使ってもいいと思うんですけど、まあ、ちょっとまだ初心者というかその減らしてる段階の人はこんな風に中身見えないようなのを使っちゃうと何がどこにあるか把握できなくなっちゃうんで、もうそうするとこれコームがここにあるっていうのが分かるじゃないですか。こういうのをすみません足の踏み場が見えてきた。素晴らしい。書類系が一通り終わったんで、こういう細々としたあの文房具とかですね、余ったペンとか、あと美容師さんなんで工務類、櫛類とか、まあ、文房具はまさにそうなんですが、こういうところはまさにそうですね。機能が被ってるもの、赤ペンがちょっと多いなとか、まあ三色ボールペン、ジェットスターがあるからとか、なんかそんな風に機能が被ってたりストックが多すぎるものは減らしましょうか。そっちにもありますもんね。なんか減らすときはそんな感じで物別がいいですね。収納別に減らすってよりはちゃんと文房具は文房具っていう形で、最初も服も一旦全部まとめたじゃないですか。文房具は文房具みたいな物別で減らすっていうのがおすすめですね。あ、そうですね。そんな風にかけるかチェックしてもらって、あんまかけなかったですね。あんまりかけなかったです。お腹減りますよね。減りますね。まあ、体も動かすし、何よりいるいらないでめちゃくちゃ脳のエネルギー使うんで、なんか勉強とかもしてるとすぐ疲れて意外とお腹すくじゃないですか。はい。それに近いと思います。あ、仕事終わりみたいな感じになりますね、頭が。ああ、今多分今日二人とも丸一日休みだと思うんですけど。はい。多分今日夜ぐっすり寝れると思いますね、うん、はい、ということで片付け再開17時、あと1時間で終われば定時退社かな。まあ、頑張れば終わりそう。アップルウォッチが2つある。これはなんかアップルウォッチごときみたいな感じです。はい、スマートウォッチ2つあるんですね、はい、私いらないんですけどもらったんですよ旦那さん。あ、そうなんですね。どうしますか、はい、あ、いらないですね。スマホ捨てれないんですよね。あ、ちょっと見ていいですか。あー、これ思い出があるんですか。意外と、あ、思い出というかこっちデータが多分入ってて、あ、写真のデータがまだあるんだ。でももうなんか開けないんですよ、パスワード忘れてて。パスワードわかんないっての結構やばくて、そんなの別にパスワード忘れたんで、はい、聞いて教えてくれるかというと教えてもらえないし、あの推しの子って見たことあります。 あります。あの推しの子の第1話とかにも4年かけて暗証番号を知るみたいな、はい、あのシーンあるじゃないですか。まあ、まさにそんな感じで、スマホ本体にパスワードを思いつかないっていうのはもうほぼ救出不可ですね。FBI がアップルにパスワード、はい、あの事件にまつわる道具でパスワード外せって言っても外さないくらい、はい、まあ、世の中パスワードっていうのは本当にいかなる事情であれ基本言ってもなかなか解除してくれないみたいな、ややこしいんですよ、パスワードって。捨てましょう。はい、じゃあこれもそうですかね。はい、で言うと、じゃあちょっと気になるのがこれ、あそこの外箱、iPhone の箱が2つあるんですけど、はい、どうですか、これ、取っときたいじゃないですかね。いやー、もういいかな。まあ、なんか、直近で売る予定があるんだったら、残しておいてもいいかなぐらい、まあ、あと、中の付属品だけ取っとくとか、あ、まあ、捨てましょう。それ、おー、大事でしょう。なくても売れます、持ってると。はい、これがないからといって、何万円銀額とかないんで、これ、なんだ、翻訳ネックレスですかね。それは婚約ネックレス。はい、どうだろう。これに入れて保管しとった。そうだね。これに入れて保管します。ああ、なるほど。じゃあその外箱を選んでって感じか。はい。あ、よかった。じゃあそれだけでもだいぶ減る。はい、うんうん。結婚誓約書。これいる？あ、アルバムと一緒に。誓約書。結婚資金とか書いてある。あ、なんか俺あれ契約婚なのかと思って、はい、まあと思ってると、例えば、はい、結婚のデメリットで挙げられるのがあると、はい、離婚した時の財産分与、2人の紐が一緒、2人の財布が一緒になって、はい、で離婚する時に半分ずつ分けるから、はい、まあ、稼いでる方が損するよねっていう、お金持ちの人とかはなんかそこ避けますよね。別れた後に奥さんにがっぽり持っていかれるみたいな、あるから、もうそうしないようにみたいな契約書を交わしたりとか、はい、僕も結婚するのはそうしたいな。実際に考えて財産半分って意味不明だもん。プロポーズしてくれた時のネックレスのダイヤモンドのやつ。おお、すごい。あった。それは、はい、思い出のものとして入れてもらって。なるほどね。ダイヤモンドの証明、一文なしになった時に結婚指輪が売れる。ああ、それで生き延びれるかもしれない。確かに。あの、言わなかったらいいなって言うんですけど、いくらぐらいかかる？なんか例えば初任給の1ヶ月分とかなんかあるじゃないですか、婚姻。あれは35万くらい。おー、結構な。いざという時はちょっと最悪7は持っていける金額ですね。35万。え、今初めて聞いたんですか。あ、はい。
やばい、聞いてしまった。聞かなくて。渋さんの方が先に。そう、これはカットしておきます。え、いいんですよ、使っていいんだ。35万。ありがとうございます。まあね、もうお金にしてもいいけど。はい、という感じで、あの服を減らし終わったらハンガーが余って、でハンガーももう統一し終わったんで、これもハンガー捨てちゃいましょう。はい、一緒に。はい、ということで時刻17時26分、終わりました。ありがとうございました。まあ込み込み確か11時半ぐらいから、はい、45分とかだと思うけど、ちょうど6時間くらい片付けて欲しいんで終わりました。ありがとうございます。6時間の長丁はお疲れ様です。はい、という感じで6時間、あれだけの量を減らして中がどうなったのか、まずここクローゼット、ここに服が全部収まるようになって、で達也さんの服がここにあったのがすっかりなくなったと。で長袖のワンピースも吊るせるようになりましたね。でこの収納もジモティで手放すと。じゃじゃーん、ということで達也さんの服がここに全部収まると、あっちに散ってたのが全部ここに収まるようになり、で上にまあ下着ケース、下着とか思い出のものも全部ここに、はい、まあ、あのライブの T シャツはですね、ライブの T シャツとか、まあ、アニメ関連のものも全部そっちに収まるように、はい、で服も全部もう吊るせるようになりましたね、ほぼ。で下にここなんか押し入れぎゅうぎゅう詰まってた、まあ、多分あのお仕事の道具、はい、美容師さんのねハサミとか液体系がいっぱいあったけど、はい、全部ここっていうか半分くらいここ減りましたもんね、はい、まあなので押し入れぎゅうぎゅうだった感じがだいぶ余白が生まれたかなと思います。でここです。ここ一番減らしたいって言ったんですけど、いかがでしょうか。めちゃくちゃ減ったと思います。あのこれ実はここあえて真ん中何も置かないように指示して空いてるんですよ、ここ一段。なんでかっていうと、まあ、シンプルにこっちの方がすっきり見えるし、まあ、何か作業するときにここに余白があるんでパッと置いて何か作業して戻すみたいな、まあ、すっきりもするし、なんか作業台として使えるんで、はい、あえて残してますね。まあ、上の段も開きましたもんね。だからここの段もほぼ空、ここも空、下の段も空っていうので、多分ね、半分ぐらい減りましたね、ここも。あんなぎゅうぎゅう詰めだった押し入れが、こんなに、いかがでしょうか、ビフォーアフター。気持ちいいですね。気持ちいいですよね。夫婦で5万円。はーい、買った。いや、特に書類、だいぶ減らしましたね。減らしましたね。多分、紙類だけで、ね、クリアファイルとか大量にありましたけど、多分あれだけで45リットル2袋分ぐらい減らしてるんですよ。紙があんだけ減ったのはすごい。ここにまた3段ボックスが謎に収納の中に収納みたいな感じだったんですけど、まああれもジモティで今出してるんで、ここも丸々開いて布団乾燥機だけ置いてるって、はい、まだまだ全然置けるもんな。お、すげえ、マジで気にしましたね。6時間の作業でこんだけ減らせたのめっちゃすごいですよ。1,2,3,4,5,6,7,89、10、11、12袋で、特にあそこまだゴミ袋ちょっとあえて詰めてないんですけど、収納がこんだけ空いたと。でまあこう物が多い人のね家の共通点が収納が多いって話はよくしてるんですけど、あの押し入れの中がめちゃくちゃ収納があったんで、まあだいぶ減らしましたね。でっていう感じで、じゃあこれもちょっとゴミ袋詰めましょうか。今までで一番減るペース早いと思いますね。6時間でこのゴミ袋12個とあのカラーボックス2つジモティで出してるから、多分今までで一番減らしますね。ちなみにここにある家電類はこの後ブックオフにすぐ持っていきます。でこの辺りは普通にゴミに出したり、まあ一部はジモティに出したりっていう感じで、すごい減らしましたね。どうですかこの量を見て。すごいですね。まあミニマリスト修行中ということだったんで、はい、まあ、過去にも何回か片付けを取り組んできたと思うんですけど、はい、まだやっぱりちょっとこんだけ捨てるものがあったっていう感じなんですね、はい、想像以上でした。クローゼットの中にこんだけの、うん、広げるとこんなにあるなっていう、すごいですね。意外とあの押し入れって、はい、押し入れとは言いつつ、はい、ウォークインクローゼットになってたりとかするので、はい、まあ、毎日意外と通るんですと、はいね、っていう場所があんだけごちゃごちゃしてると居心地悪いと思うし、はい、じゃあ今日からね多分毎朝起きてあそこ行くとすごい気持ちいい毎日が、はい、待ってると思います、はい、まあ、あと僕からのアドバイスとしてはちょっと失敗の傾向ですね。例えばさっきあの100均行った時に未開封の使わずに100均で安いからって言って買って一度も使わずに捨てたものとかもあったんで、はい、そこはちょっと要注意かなと。買いだめしすぎですね結構。あ、割とさっきのボールペンとかもそうだし、仕事道具とかでもしっかりちょっと一度にまとめて買いすぎなものが割と目立ったの、そこも注意って感じかな。まあ、あとはシンプルにやっぱ定期的にこう減らす癖というか、
結構10年前のもの、5年前のものも結構眠ってたんで、まあ、それこそ年末年始とかでもいいし、定期的にちょっと2人で共同作業しながら片付ける癖をしない、そうですね、癖を身につけないと、まあ、また溜まっちゃうんで、もっと言うとワンインワンアウトという形で、1個買ったら1個減らすと。もう少しこう、定期的に減らす習慣を身につけた方がいいかなと思いますね。エレベーターがゴミで埋まってます。この後あれ、ちょっとブックオフって言ったんですけど、ジモティに出してみたら2500円とかでなんか値段つけたら一瞬で問い合わせが早っ。じゃあ今から飯食うんで出してもらうから、そのジモティ出してもらって、その間に決まりそうだったらジモティで言って、食べてる間に決まらなかったらもうリサイクルショップ持っていくみたいな感じですね。いくらで売れるか楽しみですねっていう感じで、ジモティの引き取り手が見つかったんで渡しに行ってきます。ノリノリ。これ1000円ですからね。すごいですね。ね、地元に手数料かかんないですよね。かかんないですね。その場で1000円直取引なんで。ありがとうございます。ありがとうございます。っていう形で不要品が1000円になりました。楽天カードマンみたいな。今日はありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ。で、ここにある漫画ちょっと僕値段が気になるんで、ちょっと僕が持っていきます。代わりに売っときますね、これ。いや大丈夫です。さっきの1000円くれたやつ。いただきます。お片付け代金1000円、まあ、6時間やったんで時給150円ぐらい。いや、まあ、ありがとうございます。こちらこそ覚えて、初めてお金もらいました。いつも無料でやってたんでっていう感じで片付け終わって、そうですね、まあもともと部屋はこんだけ綺麗だったんで、まあ、これがちゃんと押し入れも含めて綺麗になってるっていう感じなんで、よかった。一旦今回は押し入れ周辺クローゼットを片付けて、でちょっとまた水回りキッチンとか玄関周りがちょっと片付け終わってないんで、また時間あっていきます。はい、お願いします。なので続きが見たい方はチャンネル登録お願いします。お願いします。あと引き続き出張片付け全国でこれも飛び回ってるんで、ミニマリスト渋をお家に呼んで片付けてほしいという方は概要欄のリンクからお願いします。お願いします。ではでは、一日お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。あそこら辺で見てください。影響を受けまくって人生だいぶ変わりました。そう聞いてあげると、あとなんか客席見たんですけど、なんか一番熱心な相づちって聞いてくださったら、なんかすごい怒ってて。はい。